3ヶ月目よ、やっぱここの手を出しちゃいけなかったんだ。何があったの？この工事現場で死人が続出したんだ。もともと良くない噂があったんだけど、オーナーがどうしてもってね。やめとけばよかったよ。ここにいる何かを怒らせちまったんだろうな。
新婚費だな。これを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。なんか嫌な予感がするんだけど。この鎮魂碑をぶっ壊すぞ。正気かよ。愚か。まだ貴様のような輩が残っていたか。ありがたいね。壊す手間が省けたぜ。また我が館で狼藉を働くか。何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができるほどだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。あれは誠にむごい仕打ちでございました。親方様はお嬢様ともども屋敷の庭に引き出されて首を落とされたのでございます。おのれ、おのれ、裏切り者。
切り者め。あいにく俺は仇じゃねえよ。お前を苦しみから解放してやりに来たんだよ。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してる奴に裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。親方様がもう苦しむことはないでしょう。私も積年の心残りが雪解けを迎えた思いでございます。親方様もこれで楽になられたでしょう。ありがとうございます。俺が死ぬ前にあんたらが来てればよかったんだが。死者が増えることはないよな。よかった。